ナヨロピアシリスキー場は、北海道ナヨロ市にあるスキー場。この項目では、ナヨロ市ピアシリシャンツェについても記載している。ナヨロ市街の北東部に位置するピアシリ山西六の、下山の南斜面にあり、北海道道939号日新なヨロ線を挟んで、宿泊施設、体育館、ピアシリシャンツェがある。ナヨロ市が施設を所有し、ナヨロ新高校舎が運営する、 公設民営方式となっている。全日本スキー連盟や日本スノーボード協会公認のスキースノーボードスクールがある。名寄市はピアシリ山一帯の観光開発計画として昭和36年度の名寄市観光第一次五カ年計画をベースとした昭和45年度を初年度とする第一次名寄市総合計画に盛り込んだ。1970年に道有林や 国有林の許可を得て、陸上自衛隊第301地区施設隊の支援により、日清7000の沢の林道分岐点から 7.4km の区間をピアシリ観光道路として整備し、同年にスキー場整備に先立って 70m 級のジャンプ台、ピアシリシャンツェを開設した。翌年には、ナヨロピアシリジャンプ大会を初開催した。スキー場の整備では、 民間資本の参入が見込めず、1973年に第3セクター、ナヨロ新高校舎を設立して、国設ナヨロピアシリスキー場を開設した。1994年にピアシリシャンツェにサマージャンプが可能なミディアムヒルを開設した。2001年にはノーマルヒルを90メートル級に全面回収し、翌年プラスチック加工して人工降雪機を導入した。 コース作動関連施設施設不行期間は、名刺バスが、ピアシリスキー場行きバスを運行している。名寄しピアシリシャンツェに関するカテゴリー。ありがとうございます。